本日はですね、こちらパワーショット V10 ですね。こちらをですね、少し使ってみましたというところで、最初に覚えた感想と、私がですね、こちらのカメラにしている設定等のですね、ご紹介をさせていただきたいと思います。はい、ただいまですね、夕方歩きながらこちらですね、手ブレ補正オフの状態で撮影してみております。この後ですね、順次手ブレ補正を入れていってみたいと思います。はい、続きましてこちらはですね、手ブレ補正入りですね。普段ですね、一番使うかなと思います。で、この月今日 でその後にですね、自撮りをちょっと試してみたいと思います。はい、こちらはですね、手ブレ補正今日の映像になってますね。背面液晶で見てる限り結構滑らかなんですけど、やっぱりこうカクカクっとですね、こうアクションカムとは違う手ブレ補正の感覚だと思います。ではですね、この後ちょっと自撮りをしていってみたいと思います。はい、ではこちらはですね、手ブレ補正オフの自撮りになりますね。画角はこのような感じになります。続きましてこちらがですね、手ブレ補正のですね、入りの状態になりますね。で、この後手ブレ補正強にしてみたいと思います。はい、ではこちらがですね、手ブレ補正強の状態になります。これでもですね、結構画角狭くはないなという感じ、中途半端にですね、広角っぽいレンズを使った、まあ、ミラーレスカメラトイレが広いなというふうな感じでございますね。はい、ではですね、おそらく常用するであろう手ブレ補正入りの状態ですね。この状態で今立ち止まっております。で、ここから歩き出すとぐるっと、はい、回ってみてこのような感じですね。まあ、悪くないんじゃないかなと思います、手ブレ補正の感じで。そのまま自撮りをちょっとぐるっとしてみると、まあ、このような感じですね。画角もですね、そんなに狭くはないと思いますね。はい、ではこう少し暗くなってきた段階で動画を撮影してみております。手ブレ補正はですね、入りですね。街路灯がこの辺につく時間帯、ただ空はまだまだ明るい感じですが、写りの方はいかがでしょうか。こんな感じですね、空の方とちょっと夕焼け出ているって感じですね。はい、ということでですね、こちらパワーショット V10 なんですけど、まあ、この3日間ほどですね、ぼちぼちと使ってみております。で、その上でなんですけど、ちょっと感じてることっていうのがありまして、まあ、いくつかいい点ももちろんありながらもなんですけど、まあ、3つちょっとすごく気になる点がありまして、そちらのですね、お話をちょっと皆さんにですね、こう聞いていただきたいんですね。で、いい点っていうのはもういろいろとあるんですけど、やっぱりこの形とコンパクトさ、これですね、まあ、Gパンのですね、ポケットに入れてですね、本日お散歩に行ってみたんですけど、もうやっぱりちょっとですね、物が入っているな、スマホよりちょっと分厚いものが入っているなぐらいの感覚で、全然そのGパンのですね、ポケットに入れても動ける、まあ問題ないなという感じがあります。そしてですね、この私の使い方としてはなんですけど、この縦に持てるというのはですね、結構ですね、最初はこうやっぱりカメラなんで、こう横に持ちたいなみたいな感じはあったんですよ。でも慣れてくると、あ、こういう風に持つものなんだっていうのがすごくこう当たり前の感じ、持ち方としてはこんな感じですね。で、持つとなんですけど、まあ、もちろんこの三脚のですね、機能があるこの足の部分をですね、こう出して持つともっと安定はするんですけど、これをですね、こう出さないで持ってもですね、結構安定してくれるんですね。まあ、もちろんこのようにこう液晶をですね、こちらに向けて撮影するということもできます。そしてそれを確認するという上でなんですけど、まあ、若干ですね、その画角のチェックとかっていう時には画面をガンとこうがっつり見てですね、こう見なきゃいけなかったりとかするんですけど、普段はですね、このレンズのところを気をつけて見るようにすることによって目線とかもおかしくなりにくく、まあ、基本的にですね、この撮影をするというところではとても便利なんですね、 Vlog カメラだと思っております。そしてですね、これおそらく競合になってくるであろう ZV-1M2 ですね、こちらが、まあ、先日発売されましたが、そちらのですね、一つ ND フィルターが入っているというところで似てる機能があるんですが、ND フィルターのですね、選択というのがですね、こちらはオートというモードが選択できます。に対して ZV-1M2 の方はですね、それがオートではなくオンかオフかですね、要は人間がですね、決めるという形になるわけなんですけど、そういったところでですね、ちょっとこちらの方が使いやすいんじゃないのかなっていうところがあります。もちろんその切り替わりとかですね、そういうところが微妙って思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、マニュアルというかですね、自分でこだわった撮影をしっかり設定して、撮影していきたい場合っていうのは ZV-1M2 の方がいいと思います。に対してでもこちらのですね、カメラっていうのはですね、私の感覚的に言うと手放しにですね、撮影だけをするカメラというと
ところで、とても優秀なカメラだというふうに感じております。まあ、それ以外にもですね、欠点っていうのが結構、まあ、あるなというのは感じるんですが、その中でもですね、こう致命的になってくるなっていうのはちょっと後でお話しするとして、気になった点っていうのは、そのモードが併用できないっていうところなんですよ。まあ、例えば手ブレ補正をオンにしていると、まあ、水平維持っていうのがちょっとどういう効果があるのかわかんないんですけど、その水平の維持のですね、モードだとか、あとはカラーフィルターとか、まあ、そういったものがですね、併用できないんですね。というところがちょっとですね、こう撮影していく上で工夫しにくいなって感じはあるんですけど、じゃあそういうのは別に後からちょっと編集しちゃえばいいなというところで、手ブレ補正をですね、オンにしておけば、まあいいなという感じで私は考えております。一番ですね、やっぱり映像って手ブレがひどいとですね、見にくくなってしまいますからね、その手ブレ補正をオンにして常用していくというふうにですね、今後使っていくと思います。そしてですね、まあとっても気になるところが3点ございまして、そちらのお話をちょっと先にさせていただこうと思うんですね。まあそのとても気になるところ1つ目、まずこの私がですね、前、もう最初の動画で言ったと思います、レンズキャップですね。これがないっていうのはちょっと気になりますね。例えばなんですけど、雑にというかですね、気にせずに使ったとしましょう。カバンとにですね、ポンとこのパワーショット V10 を入れます。で、その先にですね、鍵、まあ家の鍵等があったとしましょう。ちょっとですね、こう金属質のもの。というものがですね、このレンズのところに当たったらもう間違いなく傷入るんですよ。っていうのがですね、もうやっぱり怖いですよね。ここをですね、簡単にこうくるくるって緩めてですね、このカバーだけでも交換できるよとかいう、そういう構造だったら、まああの、そこのですね、修理代っていうのが安ければなんですけど、全然いいと思います。ただですね、こう、ちょっとですね、構造を見てみても簡単に取り外しだとか取り付けができるような感じではないというところで、傷つけてしまうのはすごいリスクなんですね。これはあの、GoPro Hero もですね、GoPro Hero 8もそのような構造で、それが9になったらやっぱりなお戻りましてね、カバーがこう交換できるタイプに。もちろんあの、MAX レンズっていうのがあったんですけど、それをですね、差し引いてもやっぱりカバーが交換できるというところで、若干タフに扱っても、その傷ついてしまったら交換すればいいっていうですね、ところが、まあ、利点だったと思うんですが、それがですね、やっぱりこのレンズカバー、キャップ、交換もできないっていうところがとっても私は気になります。そして、とっても気になるところ、二つ目。これがですね、二つ目はですね、致命的ではないと思うんですけど、めんどくせえなっていう感じのがありまして、手ブレ補正のですね、モードを私は選択してですね、こちらを使用しているんですけど、その際にですね、手ブレ補正のモードがですね、起動するたびに必ず強でですね、強いでですね、この起動するというところ。まあ、それ以外にも弱とオフと3つあって、まあ、オフと手ブレ補正入り、強とその3種類あるんですけど、私は入りぐらいで十分だなと思うわけなんですね。その入りにしておけば手ブレ補正はとりあえず効いてるし、画角も広いというところでバランスがいいと思うんですが、これ再起動するたびに強になってるんですよ。これ設定で変更できるのかなと思ったんですけど、ちょっとそういう項目は見当たらずにですね、この辺ですね、ちょっと使いにくいな。この毎回強になってると、その画角の狭い状態で起動してしまって、パッと撮った時にですね、もっと広く撮るはずだったのにっていう風になりかねないなと思うので、設定したモードをですね、前回設定したモードを次起動した時に反映してくれるだけでいいので、その機能はですね、このファームウェアのアップデート等で入るといいなと思っております。そしてですね、3つ目、これおそらくですけど、めちゃくちゃ気になる人多いと思います。これですね、別の動画撮ってありますので、パソコンの画面を見ながらですね、ちょっと解説させていただきたいと思うんですが、動画をですね、回していると最初と後とでですね、色が違うんですという現象がありまして、そちらのですね、解説のこのキャプチャーした映像を見てみてください。ということで、これが先日ですね、公開いたしました動画のですね、まあ、編集の画面になるんですが、こちらのですね、画像を見ていただきたいんですね。まあ、この画像のこの部分がパワーショット V10 になります。で、他がですね、ソニーさんのカメラということになっていて、まあ、似たようなこう色味なんですが、若干ですね、この青みが強いような感じというのがですね、パワーショット V10 の特徴になってくるかなと、この画面上では思います。ただですね、一つ発見したことがありまして、今このですね、青みの強い動画を見て、動画のですね、ワンシーンを見ていただいた後に、最後の方のですね、ちょっと同じような映像を見ていただきたいんです。こう、パッと。すごくですね、赤み強くなってると思いませんか？これがですね、この他の画像を見ていただくとわかると思うんですけど、全くですね、変わっていないんですよ。このソニーさんのマシンたちは。このようにですね。iPad。この赤みが強いというのはですね、おそらくなんですけど、この熱による影響なのか、またはその長時間撮影していたことによる、まあその何かホワイトバランスの失調というかな、こう捉え損ねちゃったっていう現象なのか、何なのか分かんないんですけど、こういう傾向があるんだっていうのが分かったんですね。で、これ時間の経過とともにひどくなってます。間だと、こう、ほぼ変わりないですね。このような感じ。こうパッパと入れ替えて、もう極端にこの背景と、私のこの肌の色とですね、変わらないのがお分かりいただけると思います。このように。で、それが後半になってくるにつれ、はい、もうこの辺赤くなり始めてますね。で、この一番最後になると、
こうかなりですね赤みが強くなっていて、まあ、若干全体がこう紫色っぽくなっちゃってるかなっていうようなですね色味になってると思います。このような感じ、それがこの辺からこう急に悪化してきてるのが分かると思うんですね。この辺若干赤みがあるぐらいなのが、こう流していくとずっとこうほらどんどん赤くなっていくんですよ。でこの辺でですねもう紫色っぽい色になっちゃってる。これがですねちょっとどういう現象なのかなっていうのがまあ分からないところなんですけど、一つ特徴としてですねお伝えしておいた方がいいかなと思いましたというところでお伝えさせていただきました。はい、ということでですねこの最初と最後とでですねなんかホワイトバランスが狂ってるのか、なんかこのセンサーがなんか変な反応してるのかわからないんですけど、赤っぽい紫色っぽいようなですね色が後半乗ってきてしまうんですよ。というのがですね他のカメラではまあ当然なく、私がですねこの使っていて撮影してる時には気づかなかったんですけど、編集してる時に後半なんでこんな色になってるんだろうな、直そうかなと思ったぐらいちょっとですね変な色になってしまってるという現象がありました。このですね3点は私結構気になってるので、まあどうにかこう対策をしていかなきゃなっていうところと、まああのアップデート、ファームウェアのアップデート等で調整していただきたいなって思うところ、ただですねそれ以上にですねとってもいいところもあるので、使っていて楽しいですね Vlog カメラだなと現在は感じております。はい、そしてですねこの後簡単になんですけど、どのような設定で使ってるかっていうのをですねスマホでですねこちら撮影しながら皆さんにですねシェアさせていただきたいと思います。ではそちらの映像をどうぞ。はい、ということでですねこちらパワーショット V10 ですね、まずサイズ感をちょっと軽く再確認していただきたいんですけど、これがですね ZV-1F とですね同じようなとこ並べるとこんぐらいのサイズ感ですね。厚みとかっていうのもこう薄くですね、こうレンズのところで合わせるとこういうぐらい違います。でこの高さっていうのもですね、この細い面で見るとだいたいこの横幅は一緒ぐらいかな、厚みが全く違うという感じですね。で一番長い部分で見るとまあこのですね、はい、このクイックリリースプレートついちゃってますけど、これだけ厚み違います。これだけコンパクトなカメラとなってますね。で同じようにですねこちら GoPro Hero 11です。こちらとのサイズ感をちょっと比べてみるとなんですが、まあこの GoPro Hero 11とこう並べてでもですねこう極端に大きいなって感じはないと思います。上の面で合わせると下の面が指1本分ぐらい大きいかなという感じで、厚みに関してはですねこれ面白くて、ほぼほぼですねこのチルトモニターがついているのにこのような感じでですね GoPro Hero 11と厚みはほぼ一緒です。感覚としてはなんですけど、この GoPro Hero 11の横のですね高さをこう2個並べたよりもちょっとですね小さいかなぐらいのイメージで想像していただけると分かりやすいかと思います。はい、そして今回の次第ですね、この設定のですね画面を見ていってみたいと思います。どういう風に私が設定して使っているかというところですね。はい、電源の入る速度をまずですね見ていただきたいと思います。これをですねカチッと押した後にどれぐらいのスピードで起動するか、こんなに速いんですよ。でもこれですぐですね録画開始できるようになってます。ただこの警告のですね言葉が入るところがちょっと気にはなりますけど、これのオンオフもできるようにしていただけたらいいなと思いますね。で設定の方ですね、まずこのメニュー、あ、その前にですね、私今回なんですけど写真の設定っていうのはもう撮影できればいいやぐらいしかしてないです。こちらのカメラであんまり写真をあの撮影するイメージが私にはなくてですね、動画の設定に専念特化してですねお話しさせていただきますね。でまずはこのメニューというボタンを押します。そうしますとこういろいろと設定できる画面が出てくるんですが、撮影モードですね、まずこちらを押してみますとこのように手ブレ補正動画、マニュアル露出動画、オート動画、美肌動画とあるんですけど、まあ、私はこの手ブレ補正動画を使用しております。というのもですねやっぱり手ブレを抑えないとですねなかなかこの動画っていうのはしっかり撮影できないなというところがありますので、というところですね。でこの Q とですねこの真ん中の Q セットと書いてあるボタン、どちらかを押すことによってこのクイックメニューとして手ブレ補正のですねその他設定をこう変更できるクイックメニューの方が呼び出せます。まあこの Q の方を押しても同じ画面が出てきます。はい、このような感じですね。でオートフォーカスの方式とデジタルズーム、そして動画の記録サイズと手ブレ補正の設定というところがここで選択できますね。続きましてこの動画の記録サイズ、こちらはですね 4K の30フレームで、私はですねこの標準の画質の方を選んでおります。で標準画質ほどこの画質の良さが必要ない場合はこちらの軽量モードですね、こちらを使用していただいてもいいと思います。でこの 4K だと30フレームまで、あとは24フレームですねというところなんですが、フル HD になるとこのようにですね60フレームまで選ぶことができます。で続きまして録音なんですけど、こちらも私は基本はオートを使っておりますね。マニュアルでこのですね録音のレベルっていうのを設定することもできますが、まあ基本的にはオートで十分かなと思います。そしてしないというのはこの録音をしなくなるので、まあ使わないかなという感じですね。で次のページにパッと移りまして、次はこれとっても便利なとこ、 ND フィルターオートという設定があります。こちらですね ND フィルターを使う場合、強制的にオンにすることもこのようにできますし、
使わないってこともできます。暗いところでは使わない方がですねいいかなと思うんですけど、それを自動的に判断してくれるオートってモードがあるのですね、とっても使いやすいですね。で続きましてオートフォーカスの方式、こちらもとても単純です。このようにですね顔追尾のオートフォーカスとフレーム指定のオートフォーカス2種類だけです。なので基本はですね顔追尾のオートフォーカスで十分かなと思いますね。人がいっぱいいらっしゃったりとかですね、あとこのフレームの指定をして撮影をしたいって言えばですね、ここで設定を変更していただければいいと思います。ここはクイックメニューの方にもありましたね。でこの動画のセルフタイマーという機能なんですけど、10秒と2秒と設定できます。これはですねこのですね録画のボタンを押した後に何秒後に録画が開始されますという設定になってます。私はですね回したままその撮影をしたいところに合わせるっていうパターンが多いので、こちらですね設定しないですね。で手ブレ補正の設定というところなんですけど、こちらで切り入り強と設定できます。でこれですね、ここで設定したらその状態で再起動したらそのままなるんじゃないのって思われる方いらっしゃると思うんですけど、まあ今ですねこのまま一応ですね戻って電源オフにします。で電源入れますね。そうするとこの画角ですね。でこちらですね、私ここに手ブレ補正の設定の、まあ、あのモードを入れてるんですが、ここをカチッと押すと手ブレ補正キリになって、イリがこの画角 で強がこの画角ということをちょっと覚えておいてください。このキーボードのですね端を見ていただけると分かると思うんですけど、まあ、このように再起動します。はい、これ強のモードですね、ここってことは。で押すとこうオフになってイリになります。で次はこのようにですねイリに設定して、これをよく使うのでこの状態で立ち上がってくれるといいなと思うので、メニューの方でもですねこの入りにしておきますね。で戻ってこの画角だと入りというので、この電源を切ります。で電源を入れると、はい、このように強でですね立ち上がるわけですね。これ私結構不便なので直していただきたいなと思いますね。で次ですね、この自動水平補正っていうのもなんですけど、こちらはその手ブレ補正と併用できません。こういうのもですね、この併用できるようになると、なお便利だなと思いますが、このですね、自動水平補正っていうのがよく聞きがわからないので、まあちょっとこの辺もちょっとわかりやすくなるといいなと思います。そしてこの3番目のメニューですね、このグリッド表記に関しては私はこの急分割を設定しております。もう表示するか、この急分割かどっちかだけです。ここもですね、とってもわかりやすいですね。この記録中の強調表示っていうのもですから、これも動画のですね、収録のミスがないように設定しておいた方がいいです。こう簡単に見ていただきたいんですけど、この状態で録画を開始します。そうするとこの赤い枠がですね表示されますね。これが強調表示になりますね。これをオフにすると、ここから録画しましてもこの赤い枠が表示されない、これがですね違いになってます。はい、続きましてこれアスペクトマーカーというところなんですけど、このように1対1、4対5、5対4、9対16、4、3、このですねいろんなですねアスペクトを表示することもできるんですね。まあどういうことかっていうと、表示しないだと今このですね四角いグリッド以外出てないですっていうのを、まあ、例えば1対1表示するとしましょう。ってするとこのようにですね1対1の画角のところにちょっと緑色っぽいですね線が入ってるの分かるかと思いますね。こちらこれですね、このようにその画角の線が表示されるわけですね。はい、他にもですねこう4対5とかいろいろこう縦取りも兼ねてだったら、この9対16って入れておくと、縦だと、あ、この画角なんだっていうのがよくわかると思うんですね。ただ、このグリッドのですね、線とほぼほぼ一緒なので、それを覚えておくだけでも十分かなというふうに思います。そしてですね、この強増表示というやつなんですが、まあこれですね、こう、このように撮影してるときに、はい、こういうふうにですね、今私こう iPhone を向けて撮影してるんですが、今ですね、これが強増表示になってるわけです。鏡に映したような表示ですね。というのを入りになってるんですが、これをオフにするとどういうふうになるかというところで、はい、このようにですね左右の表示が変わりましたね。このような設定になっております。そして続きましてこちらですね、温度上昇緩和というですね設定があるんですけど、まあこちら私も入れておりますが、これをキリにするとなんですけど、この緩和をしなくなるということは、まあ、どういう設定なのかなというのはちょっと分かりにくくあるんですが、おそらくですねその本体が温度が上がっていくっていうのを緩和してくれる機能だと思うんですね。まあこの辺は入れておいた方が無難かなと思います。はい、この録画に関する設定ってこれだけなんですよ。もうとってもシンプルですよね。なのでこの一つのですね動画にいっぱい詰め込んでもですね十分解説ができるわけですね。でこの再生モードはなんですけど、この画像のプロテクト、画像の消去、静止画の回転等々ですね、この再生に伴うですね設定がいろいろできるようになってます。まあこの回転情報の変更だとか、レーティング、どの画像が気に入ってますよとかって設定ができますね。で2ページ目の方もこの前回の画像から再生をするかしないかというところなんですが、するにしておくと、まあこう再生、ここの写真見たなと思ったらそこからですね再生できるって機能になってます。ほんとこれだけです。そしてこの次のですねこの矢印のマークなんですが、これですねメインとしてはこの無線の設定等がここに表示
されます。スマートフォン、タブレットとの接続、ワイヤレスリモコンとの接続、こちらですね、シューティンググリップキットで購入されている方なんですけど、結構使う機能かなと思います。そしてイメージドットキャノンに画像を送信、この辺はですね、契約をされている方かなと思いますね。ライブ配信もこちらで、高度な接続等っていうのはこのようにですね、スマートフォン、タブレットとの接続どうしていきますって設定ができたりとかもします。そして GPS の設定もこのスマートフォンと連携することによってですね、設定することができます。で、そして2番目なんですけど、このように機内モード、Wi-Fi、Bluetooth を使うか使わないかの設定、そしてカメラの名前、なんて名前ですか。あとはですね、このエラーのですね、あった場合にこの内容を表示することができるようになってます。そして通信関係、要は今の設定の初期化ですね、この項目がございます。で、最後にこのスパナのマークですね。ここがいろんなですね、カメラの設定ですね、フォルダの選択、フォルダを作成してですね、どこのフォルダに動画や写真を保存しますかっていうのが選べます。で、この画像番号ですね、こちらは通し番号か強制リセット、まあもしくはこの付け方をオートリセットすると選ぶことができますね。で、このカードの初期化というのは SD カード、こちらの初期化をするかしないかというところですね。このように押して、こちらで初期化しますか、すべてのデータが消去されます。OK と押しますと初期化がされてしまいます。はい、そしてこの縦位置画像回転表示というものなんですけど、これですね、今試したんですけど、おそらく写真とこれパソコン上でするかしないかの設定だと思うんですね。こちら、この一番上。で、これがパソコンだけだと思います。今動画で試したらですね、これが表示されなかったので、まあこちらですね、こういう機能もありますというご紹介。で、こちらですね、動画の縦位置情報の負荷というところで、縦位置でこういう形でですね、収録している場合は、その情報がデータに保存されまして、動画を編集したりとかするときに、その形ですというですね、反映がされますね。で、この日付、時刻、エリアというのはそのままですね、日付と時刻とエリアの設定がこちらでできます。そして2ページ目ですね、言語、まあ何語でこう収録されますかというところ。で、ビデオ方式も NTSC と PAL とですね、この2通り選ぶことができます。で、電子音の方は私はもうカットしてしまっております。こちらで入れることもできます。そしてこの電子音が入りの場合なんですけど、この音量の調整というのはこちらでできますね。まあ私は基本的には音はいらないなと思っております。そして節電の方なんですが、このモニターオフとオートパワーオフの時間の設定がこちらでできます。で、このモニターの明るさ。こちらもですね、この明るさをこう単純に設定していくだけなんで、こうですね、表で明るいところで撮影する場合に強制的に明るくする設定ができるカメラ等もあるんですが、こちらの場合は本当このモニターの明るさを単純に設定するだけになってますね。そして HDMI の出力解像度というところで、この自動化、もしくはこの 1080p のどちらかがですね、選ぶことができます。解像度が切り替わるときに画像の表示まで時間がかかることがありますとありますが、この辺はですね、また必要に応じて設定していただければいいかなと思いますね。で、これが大事です。この矢印のボタン、これですね。これのですね、機能、まあショートカットみたいなのが使えるんですね。で、私は動画モード時と書いてありまして、動画の時のみの機能なので、こちらをポチッと押して、このようないろんな項目を選ぶことができます。Wi-Fi、Bluetooth、オートフォーカス、まあ動画のサイズや、まあその他諸々のこう設定ができまして、私はもうこの手ブレ補正一択だなと思っているので、この手ブレ補正をここに当てておりますね。で、USB 接続アプリの選択というところなんですが、こちらもこの画像取り込みかビデオ通話、ライブ配信等、どちらにしますかっていうのがこちらで選ぶことができますね。で、4番目で、このカメラの初期化。このカメラの設定っていうのを全部初期化したいなって場合。では、著作権の情報ですね。これを、まあ例えば私の名前を入れておいて、それがこのデータに反映されるように設定したりとかすることもできます。そして、この使用説明書ソフトウェアの URL、こちらを読み込むことによって説明書を見ることができますね。で、認証マーク。こちらの認証が取れてますっていうのがいろいろと入っております。で、ファームウェアのですね、情報とこのようにですね、ありまして、もう本当設定できる機能ってこれだけ、もうとてもシンプルなカメラとなっておりますね。はい、ということでですね、簡単に全体の解説と私の設定のどういう設定にしておりますかというのをですね、説明させていただきました。もうとっても簡単です。 4K にして手ブレ補正を調整しているぐらいのもんですね。はい、という感じでした。ということでですね、こちらのチャンネルはこのようにカメラをはじめですね、ガジェット等を広く楽しんでおります。一緒に楽しんでいっていただける方は、ぜひチャンネルのご登録と私の励みになりますので、グッドボタン、あとは通知を受け取っていただいて、コメント等で私に仲良くコミュニケーションいただけると嬉しく思います。ということでですね、こちらパワーショット V10、とってもですね、楽しく使っております。なんかですね、こう、いろんな、機能がないよ、機能がないよっていう、こう、ネガティブなですね、こう、投稿とかですね、そういうお話が多いと思います。ただですね、その、
ネガティブなところというところで、その機能がないだとか、これはどうだと思うとかっていうのも、ものすごくですね、その気持ちもわかるんですけど、じゃあですね、みんながみんなそういう風にして使っているのかっていうところもですね、この引き算の発想というかですね、使わない機能をなくしていくというところでですね、この考え方にマッチする方にはですね、とても使いやすいカメラだと思うわけなんですよ。まあ、例えばスマートフォンもですね、このマニュアル撮影モードっていうのはもちろんあるスマートフォンというのがいっぱいあると思います。ただそのマニュアルの、設定にしてですね、動画をこうわざわざ撮る人が、まあそのスマートフォンで動画を撮るよって方でどれぐらいいらっしゃるかというところになってくると思うんですよ。使ってらっしゃる方はもちろん使ってると思います。でも使わない方もたくさんいらっしゃるわけなんですね。そういうふうに使わない機能がなくなっているよというか、使わないでも綺麗に収録できるよって考え方の方が正しいと思うんですね。カラーフィルターのモードと手ブレ補正っていうのはこれも併用できるとめちゃくちゃいいなとは私もですね、とても思っているんですけど、じゃあですね、そのマニュアルの設定っていうのもできるんですが、すごくですね、その設定っていうのがめんどくさかったりとかっていうところで、じゃあその機能を使わずにもうカメラにですね任せてしまって収録するよっていう考え方で、このパワーショット V10 使うのはですね、もうとってもですね、いらない機能がなくなっているっていうところで、とってもシンプルで使いやすいカメラだと私は感じております。そしてですね、まあこの電池が交換できないっていうのもですね、まあデメリットですよね。ただもうそのですね、電池を交換しない代わりにとことんですね、コンパクトになりきっているボディだとも捉えられるわけなんです。こちらも USB Type-C、 こちらですね、カバーもなくむき出し、ここにあるんですが、ただですね、このカバーがないっていうのも考え方によってはですね、楽なんですよ。もうこう、例えばなんですけど、これ ZV-1F だとしたらなんですけど、この充電するときにですね、本体のこのカバーを開けて充電をしなきゃいけない。っていうのをですね、おそらく長い間ですね、開けたり閉めたり開けたり閉めたりってしてると、そのうちちぎれちゃうか、しっかりとですね、閉まらなくなるって現象が、まあ簡単に想像できるわけなんですね。で、こちらもですね、当然なんですけど、壊れてしまうかもしれないです。ただですね、まあその、すごく長く使うよって前提だと、もちろんバッテリーだとかすごい気になるし、まあこの端子もむき出しってとこも気になると思うんですよ。この反対側もですね、HDMI も、このマイクの端子もですね、むき出しなわけなんです。このマイクですらこう、むき出しですよね。まあというところが気になる方は気になると思うんですけど、じゃあ使っているとどうなのかってところを考えると、そのですね、蓋を開けるって労力すらないっていうところもですね、とても割り切っている設計だなと思って、まあこういうもう本当、こういう考え方の Vlog かもコンデジだって考えると、ああこういう形もありなんじゃないかなとは思うわけなんですよね。壊れる場所がですね、おそらくめちゃくちゃ少ないと思うんですよ、普通に使ってると。まあ壊れてしまったらなんですけど、こう一式で交換しなきゃいけないんですが、まあこう液晶とかっていうのもですね、こう縦にしか動かないで、スタンドっていうのもですね、こう開くだけ、もうこれだけですよね。で、他はこのおそらくこう開け閉めするのって、この SD カード出したり閉めたりとかするこちらのですね、蓋だけだと思うんですよ。それ以外はもうほんとボタンとポート、まあ穴ですよね、手しかない、もうあとレンズかというですね、構成になっているわけなんです。というのはですね、まあ、私以前ご紹介させていただいたんですけど、使っている時にですね、壊れてしまったということを考えるっていう話だったら、まあそのですね、軽工品保険っていうのがあって、使っている上で落として壊しちゃったとかそういう場合なんですけど、修理ができるんですよ、保険を使って。これがですね、まあスマートフォンとかになるとそちらの保険は対象外になってしまうんですけど、こちらカメラだったらですね、もう対象になるんですよ。で、私実際ですね、インスタ360 1RS ライカ1インチ360エディションの方は修理をしているので、まあ、そういうところがですね、逆にメリットになるんじゃないかなと思うんですね。壊れてしまったら修理をすればいいっていうですね、発想だったら、まあすごく長く使うかどうかっていうのは不明だとしても、ありだとは思うんですね。スマートフォンは壊れたら、やっぱりそのスマートフォン対応の保険ってのに入ってないとダメというところで、別の保険に入らなきゃいけないっていうところが、その携行品保険だったら、持ち物ほとんどにですね、適用できる。もちろんですね、対象外のものもあるんですけど、ということが考えられるというところにですね、大きなメリットあると思うんです。なので、そこでですね、こう、レンズがですね、傷ついちゃったりとかした時に修理をしなきゃいけないってなったら、その保険もまた使えると思うんですね。もちろんですね、その保険の規約とはいろいろあるので、そこはちょっとチェックしていただかなきゃいけないんですが、まあ、こういうふうにですね、これ引き算のですね、Vlog カムだなというふうに思います。この例えば ZV-1 シリーズっていうのはどちらかというと、このサイズにこれだけよくぞいろいろ突っ込んだなみたいなカメラだと思うんですよ。普通のカメラ、コンデジのサイズに品質のいいですね、マイクだとか、まああと MICU だとか、それこそオートフォーカスも増面位操作搭載されていたり、この1M2 の方ですけどね、というような感じに対して、もう余計な機能とにかくいらないから、シンプルイズベストに作ったっていう、もう本当カメラに任せて撮影してくださいっていうコンセプトのカメラだと思ってます。で、手ブレ補正とかっていうのもそんなに強力じゃないけど、立ち止まって撮影する分には十分だし、あとはですね、またちょっと別の機会にお話ししようと思うんですけど、この縦型、そしてこのチルト
このですね、チルトで自撮りもできる形状というのがですね、一つですね、便利な使い方も私の頭の中でもあるので、そういったところもですね、お話ししていこうと思うわけなんですね。まあちょっと雑談だけでは長くなってしまいましたけど、このパワーショット V10 っていうのは、キャノンさんがこういう形の Vlog いかがですかっていうふうにこう提示してくれた本当最初のモデルだと思うんですよ。なのでですね、まあこう、私はどんどんですね、このモニターの方で購入しておりますので、モニターとして使ってみて気になったところっていうのはガンガンですね意見として上げていこうと思うので、またこちらもファームウェアのアップデート等でどういう風に変わってくるかとか、その色味の面とかですね、そういうのがどういう風になってくるのかっていうのがですね、今後とっても楽しみなところです。はい、ということでですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。もう私結構気に入っているので、なんか皆さんもですね、ぜひお店とか行ってですね、触っていただければなと思いますね。まあ特筆すべき点というのはあんまりないカメラなんですけど、小気味よく全般的にまとまってるかなっていう風に感じますよ。はい、それではですね、失礼いたします。バイバーイ。バット。